皆さんおはようございます。えー、時間が4時44分444だ。いい数字だ。はいえ。セラのニュース、ちょっと嫌な話、朝からしちゃおうかな。はい。だけど、新しく買おうと思ってる方には、これは避けようかなっていうニュースになっちゃうけど、<laughs> 逆にチャンスって思うかもしれない。人によっては。はい。PR2P や分散型ネットワークであるセラを支える。えー、x l マは30時間で15%下落していると。うん 価格下落がさらに深刻する中、XRP のデリバーティブ市場でも取引減少していると。トレーダーが市場から退出していると。うん、他にも、えー、デリバーティブ、えー、取引量が減少した場合、減少したって今書いてあったのね、えー。まあ今以上かってことか。うん、その、えー、先物やオプション契約に対する投資家の関心が低下していることを示している。はいえー、より多くの投資家が取引を控えていると、うん、いうことで。 うん、下降トレンドであるって書いてあります。はい。ステラに関心、ステラ XLM に関心あの持たれてません。はい、<laughs> はい。次はリップルいきます。えー、XRP 保有者は過去10日間で3000万ドル以上の損失を被り、XRP は0.47ドル以上を維持、えー。リップル保有者は保有していた XRP を手放し、6月15日以降3000万ドル以上の損失をかぶった。 同じ期間に取引所における XRP トークンの供給量は248万に減少しました XRP は火曜日に0.48ドルを超えるのに苦戦していると,ということと SEC 対リップル社の訴訟の展開はこのトークンの市場を動かす典型的な要因です SEC が6月14日にリップル社に回答して以来更新はありません次の更新は7月の12日 ということを動画で私は言いましたけど不確定ですけどねその情報ははい,ただ12日ぐらいに、ね、期待したいですね次はイーサリアムの話ですけどメーリングリストをハッキングされたということで皆さん不審なメールにはね、うん、注意してくださいってイーサリアム財団を語るねはいということが書いてありますけどまあ私がね皆さんに言った過去の動画では今個人と会社が狙われているぞと。 ね、いう話しましまたけどだから皆さんねあの暗号資産を守るためにできる私たちができることはもう何かといえばその時言ったのは、うん、人に言わなななないとか、うん、なんかかんんそ感じだったかなあとスマホ分けるあのブラウザー分けるとかそんなようなこと言ったと思いますけどもうね私たちはもうたくさん持てば持つほど人に言いたくなるかもしれませんし動画の中でも言いたくなるかもしれませんけど。 そんなこと言ってる場合じゃないと。うん。たくさん持ってれば持ってる人ほど私の言うことを聞いてください、本当に。うん、承認欲求を満たしたいのか暗号通貨を守りたいのかどっちですかっていう話になってきます、これは。はい。<laughs> はい、ではチャート見ていきます。えー、円建て見ていきますか。え、15円です、セラルーメン。はい。RSI だけ見とこうかな。 今36であるので30以下になるとね30ぐらいになったらもうね売られすぎ水準だよってことで30もうつけてますね2回、うん、1233回ぐらいつけてる <laughs> はいということでね、うん、もうねあの年か買うかと、ね、いうことで買ってきて上がってんじゃないかということ思いますけど今40なんでねもう30つけたからもう上だ大丈夫だ行くぞ。 ははいリップルは76円です、えーえー、3000万ドルの、ね、被害を10日でねかぶ、えー、ったということですけど損失が出たということですけど10日といったらね、まあ、この辺りからだねきっと、ねうん、だからこう行ってこう行くと思ってた人たちがバーッて下げられて、うん、そこで3000万ドルですマイナス <laughs> はいということでねあれさえ見ときますけど、うん、30のラインはねもう過去につけてます うん、ここだね。ソーンとしたとこみんな。ね。ここソーンって。はい。ということでそこからはもうずーっと横展開でねここから行くぞ行くぞってずーっと言ってます私は、ね。まだ行くぞ行くぞって言ってきますよ。だって否定されてないから。うん。はい。ということで。XRP 行くぞ <laughs> はい。コメントやってきますはいそれではコメントやっていきますけど i o t a a d a n i a x d c もう下げないという動画でしたけどね。 夜げててね、回回しか回ってません、皆さん。皆さもうねだめだね私はうん。あの、価値がないと思われてますこの動画に、ね、だから1万再生回ってる人と203だったらさみんな1万再生の人再生見るからね、もうますます回らなくなっていくということでもう引退が近いです私 YouTube はい <laughs> ということでね一六九二さん エイダ、来て欲しいです。頑張ってくれ今回もありがとうございましたということでうんエイダはね上だから大丈夫だぞと、はい、いうことを思いますけど今日の動画で一番大切なことはねたくさん持ってる方私のね言うことを聞いておいた方がいいですよんうん、ね、あの暗号通貨を守るために私たちができること失った時に本当勇気の言ってることを守ってればよかったって絶対思うんで、ね、まあ 動画でね3回ぐらいこの話はしきれてるんで皆さん私たちは大丈夫だと思います。はい、<laughs> ということで、えー、本日の動画は以上です。本日も頑張っていきましょう。では失礼します。